皆さんこんにちは。レック税理士課の中島と申します。よろしくお願いいたします。本日はですね、先ほど公開されました、第64回税理士試験の、合格発表、こちらの分析と今後、こちらのですね、動画の方を、配信させていただきたいと思います。正味ですね、30分弱となりますけども、どうぞお時間の方よろしくお願いいたします。はい、それではですね、始めさせていただきます。第64回の税理士試験、先ほど、発表が終わりました。皆さんどうだったでしょうか。今回ですね、5科目すべて合格された最終合格者の方、大変おめでとうございます。はい、非常に長いですね、戦いだった方もおられるんではないでしょうか。5科目合格された方はですね、ぜひですね、その喜びをですね、かみしめながらですね、次のステップアップに、進んでいってください。はい、で、今回、科目合格者の方ですね、はい、おめでとうございます。まだですね、その全て5科目揃っていない状況とはいえですね、一歩一歩、今前進しているということで、ぜひですね、その合格をですね、次の科目に挑戦するですね、チャレンジ精神として、その糧としてですね、ぜひ使っていただければと思います。はい、で、今回残念だった方、はい、非常にですね、1年間というですね、長いですね、学習期間とはいえですね、年1回という戦いをですね、今回ダメだったと、残念だったという方ですね、ぜひですね、諦めないで次もチャレンジしてください。はい、税理士試験ですね、非常に一科目一科目取れるとはいえですね、難易度は一個一個ですね、かなり高い方高い方のですね、資格に分類されますので、ぜひですね、科目合格制度というものがございますから、取ってしまえばもうその科目は二度と受ける必要はございませんので、ぜひですね、諦めずに頑張って、学習の方を進めていってください。はい、さて、それではですね、早速ですね、始めていきたいと思います。では、プレゼンターの方をですね、開きます。はい。第64回税理士試験合格発表速報、分析と今後へです。では、見ていきたいと思います。はい。まずですね、申し込み者数。こちらはですね、昨年の7月に国税庁、失礼いたしました。国税庁の方ですね、発表したですね、申し込み者数ですね。そちらをもとにして、見ていきたいと思います。まず、合格率よりもまずこの申し込み者数の、推移を見て、どういう傾向なのかを見ていきたいと思います。はい。第64回。今回の申し込み者数は 49,876 名です。はい、前回の第63回が 55,332 人ということで、なんとですね、5,456 人の減少をしていると。前年比で 90.1% まで落ち込んでいるということになります。はい。これはですね、かつてない減少になっておりますね。はい。ただしですね、皆さん考えていただきたいのは、受験者数のですね、減少はですね、相対的に科目合格者の減少にもつながりますので、つまり合格する方々も、合格率から換算するとですね、縮小すると。受験者数と、まあ、同じ分だけおそらく縮小すると。いうことですね。これがわかる。さらに、科目合格者の希少価値がここで出てくるということがわかります。巷のですね、電車の中吊り広告とかですね、新聞広告とか見ていただくと分かる通りですね、いわゆる私業は食えないといったようなネガティブキャンペーンがですね、しばらく貼られておりました。はい、それによるですね、ネガティブキャンペーンなどによってですね、このですね、税理士試験というのもですね、申し込み者数がかなり減少してきている状況です。10年間でずっと減少している状況で、今回の第64回は、かなりの減少。なんとですね、5000人もの、方々がですね、受験しなくなったということです。ただしですね、ここで考えていただきたいのはですね、税理士というものはですね、いわゆる他の事業さんとはですね、ちょっと動きが違いまして、ただ食えないというわけでは実はなくてですね、現実的にですね、受験する方々の、非常にですね、高齢の方々が多い試験かも、資格でもありますから、その方々が今リタイアしてると、受験できるような年齢を超えてですね、リタイアしているという状況も、この中には入っています。先ほど申したようにネガティブキャンペーンと実際のその、受験者人口の減少ですね。これは国民の人口が減っているのに非常に比例していると思います。はい。で、ここで見ていただきたいのが、2番目のですね、科目合格者の希少価値が出てきていると分析される。これどういうことかというとですね、いわゆるですね、度重なる税制改正。ありましたね。直近で言うと相続税、払わないといけない方々が増えました。課税所得の、資産のですね、持っている資産のその相続分が、かなり少ない方々も相続税を払わないといけないような状況になりました。はい。これによりですね、相続税を払う人が増えたことによって、税理士さんに、その相続税の金額を計算してもらう。またはどういった形でやっていけば、うまく相続できるのか、などなどですね、いろいろな相談とかが増えてきますので、そういったですね、度重なる税制改正によって、税理士さんを必要とされる状況に今なってます。法人税もですね、いろいろなですね、課税のその租税、特別措置法とかですね、いろいろなものがまた新たに入ってきてですね、さらに消費税は、この前 8% に上がりましたね。さらに 8% から 10% に、次の、今から言うと2年後ぐらいですね、また上がるということで、もう税制改正が度重なります。特に消費税の税制改正は極めて大規模なものになり、今、軽減税率導入なんて話も出ています。まあ、実現するかどうかはちょっと置いといて。はい。なので、税理士さんに相談するという方々は、非常に増えると。個人のみならず、法人で増えてきてますから、科目合格者の方々に対するですね、期待も非常に大きくなっています。3つ目。そう。税制改正を背景にですね、税法科目の合格者の就職状況が良くなっています。ただしですね、会計科目。会計科目、つまり簿記論と財務諸表論の合格者、この合格者、科目合格者の就職状況も今かなり改善してきている状況です。はい。なので、税理士さんはですね、申込者数はどんどん減少してるんですけども、実態は違うくて、非常にですね、未来が、他の事業と比べてもかなり明るい方ではないかなと思います。はい。ただし一言加えると、食えない修行ではないですけども、非常にですね、大昔みたいに、何も広告を貼らなくてもお客さんが来るなんていう状況ではないです。人口が減っているイコールですね、企業も減っておりますから、その中で、選ばれないといけない税理士さんになると。そのためにはですね、いろいろなアイデアも必要かと思います。ただし、全く食えないなんていう状況はないということですね。開業された税理士さんの平均年収が2000万円を超えているということを見ていただければわかるかと思います。はい。で、申し込んだ方々が実際に受験した受験者数を見ていきましょう。今回4万1000人の方々が受験されました。ということは1万人の方々が申し込んだけども受験してないんですね。これは非常にもったいないかと思います。第63回の受験者数は 45,337 人ということで、4306人の減少となっております。やはり前年比で 90%、10% 減ということになっております。はい。で、各科目でですね、ちょっと分析していった方がいいかなと思いまして、データをご用意しました。はい、前々回第62回と前回第63回を見ていきましょう。はい。簿記論の方は、22,983 人、ね、22,000 人いたのが 19,000 人。はい。減少してます。財務諸評論も 18,000 人が 16,000 人に。所得税法は実はそれほど変わらないんですね。2400人から2300人。法人税法は7000人から6900人。相続税法に至ってはむしろ増えてて、4091人から4100人ぴったり。はい。これ珍しいんですけども、やはりこの相続税の税制改正とかもですね、ちょっと容易ではないかと思います。消費税法も増加しました。1730人から10912人に。やはり消費税もですね、増税が叫ばれていましたので、やはりこうなっていると。酒税法。962人から817人、少し増えたり少し増えたりしていますが、だいたい900人から800人前後動いています。国税徴収法は1249人から1423人増えてますね。非常に珍しいですね。200人近く増えていると。はい、国税徴収法はですね、学習時間が非常に短いので選ばれる方がいらっしゃるのかなというところが予測されます。で、住民税が814人から744人と、これも減少。事業税899人から872人。やはり減少ですね。固定資産税に至っても同じように1300人から1200人の減少になっております。はい。受験者数合計で見ると、48000人から45000人と、まあ大体ですね、2、3000人の減少がここで見られるわけですね。はい。で、受験している科目の数ですね。延べ受験科目数と言いますが、7万科目から6万5千科目と大幅に減少しております。はい。一人当たりの平均受験科目数は 1.47 科目。はい、この延べ受験科目数を受験者数で割った数字ですね。なので、受験者一人当たりですね、だいたい 1.47 科目を受験するということがわかります。まあ通常はですね、簿記論と財務諸表論は同時に受験する方は多いので2科目で、まあ税法に関しては1科目ずつ取るということがですね、非常に多いので、1.47 で落ち着いているのかなと思います。ただ第63回になりますと 1.45 と減っているということで、ここで見てわかるようにですね、簿記論と財務諸表論の減少、つまり簿財同時受験という、いわゆるセオリーというものがですね、人口の減少によって一人当たりの平均受験科目数を、少し減らしてしまっているのかなと思います。税法はですね、そこまでですね、状況は変わっていない。そういうことが、予測されます。科目合格者数ですね。1科目受かった、2科目受かったという方々です。だからもう、11,890 人が 9,677 人。科目合格者数減ってますね、やはりね。はい。科目合格の方はですね、逆にですね、求人の方ですね、今どんどん改善している状況にあります。最終合格者数、つまり5科目揃った方々ですが、第62回は1104名。第63回は大幅に減らしてですね、905人となっております。逆の見方をするとですね、受験者数3000人の方が減少しているのに、最終合格者数は100人までとどまっているということでですね、まあ、5科目全部集まるよという方々は毎年毎年そこまでですね、人数の変動はないということがわかります。では、第64回のデータを見ていきたいと思います。さあ、見ましょう。見てください。簿記論 19,000、17,000 人に、財務諸表論が 16,000 から 13,000 人ですね。はい。バーっと見ていただくとですね、注目点は基本的に減少してるんですね。はい。唯一上がっている科目がありますが、その通りです。国税徴収法だけですね、こう増えてると。でもやはりですね、1000人程度のですね、受験者数なので、やはりですね、税理士になるということを前提とするとですね、国税徴収法というのはちょっとすぐ実務に使えない、国側のお話なので、科目になるので、まあ増えてるとはいえですね、やはり1400人ぐらいでちょっと留まってるということですね。はい。簿記論見てください。2193名の減少。前年比 89% まで落ち込んでいます。財務諸表論に至ってはですね、2700人、82% まで落ちてます。で、所得税法も251年で、89% まで減少しているんですが、見てください。法人税法、相続税法、あと酒税法とかそれぞれですね、税法科目はですね、まあちょっと高い部分で、なんとかですね、落ち着いているのかなと思います。やはりインパクトが強いのは簿記論と財務諸表論で、2000人の減少ですから、これはですね、大幅にですね、簿記論と財務諸表論を持っているという方々の減少につながっております。で、やはりですね、日商簿記を経験された方、ぜひですね、税理士の簿記論とか財務諸表論とかを挑戦してくださいというのは実はここにありまして、今、簿記論とか財務諸表論すら持っていない方々が非常に多いんですね。はい。会計事務所であったりとか、一般企業の経理などでですね、この簿記論、財務諸表論を持っている方々、非常に、優遇されますね。はい。なので、ぜひですね、この簿記論、財務諸表論はですね、取っていただきたいと。思います。はい。延べ受験者数、科目数にあたってはですね、なんと7035科目まで減少。一人当たりの平均受験科目数も 0.3 科目まで減っております。0.3 科目減ってますと。はい。すべて減少傾向なんですがですね、見てください。最終合格者数。今回の910名でした。全部下がってるのに、もうほぼほぼ全部下がってるのに、最終合格者はですね、プラス5人、910名の方々が合格されております。誠におめでとうございます。はい。なので皆さんですね、ぜひここはちょっと考えていただきたいのはですね、確かにですね、全体的に申し込み、受験者数、それぞれ減少しているんですが、合格、5科目まで合格したという方々は、コンスタントに出ていると。これだけはぜひ忘れないでいただきたい。はい、決してですね、最後まで、諦めないで、最後までですね、こう、受験をですね、5科目なんとか、取るんだというですね、心意気でですね、このままですね、受験を挑んでいただきたいと思います。はい。さあ、合格率に行きましょう。これが一番皆さんが知りたい。先ほどですね、発表になった合格率です。見ていきましょう。さあ、簿記論ですけども、合格率の推移です。ね、9.9、12.14、18上がってって12に落ち着いて、今回 13.2% で前年比で、なんと 1% 増加しました。第63回のですね、試験、非常に難易度高かったんですけども、第64回も負けず劣らず。はい。いや、63回以上に難易度は高かったというふうにですね、総評する先生方非常に多かったんですけど、なんと合格率は、プラス1ポイント。はい。そうですね。何千何万という方々が受けるのに、これプラス1ポイントっていうのはですね、非常に大きいんですよ、実は。はい。数千人のですね、合格者が輩出されているということがこれでわかりますので、13.2%。高くなったということですね。あれだけ難しい問題で、前回よりも難しい問題なのに合格率が高いということはですね、ここでわかるものは、やはり簿記論は取れるべきところを取っていく。問題を始めてですね、わからない部分は飛ばして、わかるものから解いていくということは、変わらないんだと。それが徹底された方は合格できるという科目だというのはわかるかと思います。あの難易度で実は、合格率は上がったと。財務諸表論見てみましょうか。なんとですね、ここまで下がりました。22% だった。ずーっと上がっていました。2割前で来たのは、非常に稀でした。ね、過去最高とも言われる合格率だったのが、今回ちょっと落ちました。けれども、例年のですね、平均合格率ははるかに高い。18.4%。マイナス 4% になっております。はい。財務諸表論はですね、今後ですね、多分傾向を見ると、簿記論などよりもですね、なんと合格率はおそらく高い、科目のままいくんではないかと予測されます。今回ですね、まあ合格率、またですね、10% ちょっとぐらいに落ち着くのかななんていうふうにですね、思われた方もいらっしゃるかと思うんですけども、やっぱり高いですね、18.4% となっております。なのでですね、皆さん、簿記論から受験するっていう方々が多いんですけども、やはりですね、ちょっと簿記論よりも財務諸表論から取ろうという方が近年増えているようであります。はい。もちろんですね、どちらでも構わない、どちらも必ず受けないといけない必須科目ですから、どちらから始めてもよろしいんですけども、やはりちょっとですね、なんとかですね、取りたいと、合格率が高い方からちょっと学習したいという方は、財務諸表論から入るのも、決して悪くはないかなと。思います。徐々にこっちの方もセオリーに入れてもよろしいかなと思います。はい、次、所得税法ですけども、やはりこれも下がりました。マイナス 1.6% になっております。はい。例年通りのですね、難易度ではないかと分析されたんですけども、合格率は下がっているということですね。やはり所得税法ですね、税法科目になりますと、小さなミスが致命的な、結果になってしまうと。はい。採点下のですね、理論の丸付けのによってですね、非常に左右されたのかなと思います。はい。法人税法ですね、なんとですね、5ヶ月変わりません。皆さん覚えてますか？法人税法の試験問題。非常に難しかったですね。まず問題文が何言ってるかわからないという方も多かったんではないでしょうか。はい。もう事例も事例ですね。これちょっと実務かじってないとわからないんではないかというですね、問題をこう出してですね、非常にちょっとですね、資格学科の方々もですね、まあ我々も含めて、ちょっとですね、戸惑った部分があるんですけども、実はですね、増減なし、同じ合格率だったということですね。なので、まあ、取れるべき箇所ですね、そこの部分で正確に取ってくると。全くミスなく部分点でこう取ってくるという方々がやはり合格しているということですね。はい。相続税法なんですけども 12.9%。なんとむしろ上がったんですね。はい。もうこれはですね、間違いなく相続税のですね、改正とかがですね、いろいろ入りますから、受験者数も増えて、やはりですね、受験者の方々のですね、意識が高かったんでしょうかね。かなりですね、合格率は上がったと。はい、第62回と同水準になっております。はい、それでもやはり相続税法はですね、最後の受験科目、5科目目とする方々が多いので、非常にですね、ハイレベルな戦いではなかったかと思います。はい。消費税法なんですけども下がりました。はい、12% をずっと保ってたんですが、前回はですね 11% まで下がり、さらに今回 10% 台ということになっております。非常にですね、消費税法はですね、ボリュームの少ない税法科目なんですけども、最近ですね、理論の方も難しくなっております。はい、ちょっと考えないといけない。ただ理論の番号通り書いていくなんていう問題はもうほぼほぼ出なくてですね、まあいわゆるその多岐にわたる理論をですね、こう自分でこうパズルのように組み立ててですね、こう答えていくというような状況の判断が必要になってくるような理論が増えてですね、計算もですね、大昔は満点取れるよっていうお話だったんですが、かなり難しいですね。課税対象のですね、物々をですね、こう分類するのが非常に大変になってきている。はい。非常に苦しんだですね、この合格率ではなかったかと思います。はい。酒税法、合格率上がりましたね。うん。そしてですね、国税徴収法、こちらも上がりました。いわゆるミニ税法と言われる、科目なんですけども、それぞれですね、上がりました。はい。まあ、例年とですね、大きくですね、難易度がこう、難化したとか、優しくなったということはなくてですね、微増という形でこう、落ち着いているということです。で、住民税がどうしたんでしょうかね。これはですね、大きくこう、下げた。なんとですね、10% 切ってしまって、8.7% ということになっております。はい、ミニ税法ですね、ちょっと、色が出てきましたね。酒税法と国税徴収法に関してはですね、かなりですね、合格率は、高止まりだったんですが、住民税はこう、今までが高すぎたのかなっていうのがあって、調整が入ったのかなと思います。はい。やはり、事業税ですね、住民税と違ってですね、酒税法と国税徴収法と同じような動き、1.5% もですね、合格率は増加しています。まあ、法人税とセットでですね、受験されている方もいらっしゃると思いますけども、やはり法人税受験生の経験者の方々の事業税の、受験者数が増えてるんではないかと予測されていましたが、その通りになったんでしょうか？どうでしょう？これが合格率プラス 1.5% に反映されたんでしょうかね。はい。固定資産税ですね。ですね、こう、非常に波のある、部分もあったんですけども、17まで行ってですね、また下がって、ちょっと上がった 14.8%。はい。今、宅建とかですね、いろいろですね、この固定資産にまつわるものでですね、アベノミクスとかで、大激動の時代に入っておりますけども、この固定資産税も、今合格率が上がったということです。はい、最終的に平均するとですね、13.8%。前年の 14.8% よりも、なんとマイナス 1% になっております。これは一重に財務諸評論の合格率の低下が影響していると思います。例年と比べまして、実はそれほど差はないんですね。62回と63回、前々回、前回がちょっと高かったような感じで、今ですね、ちょっと落ち着いた期間に入っているのかなと思います。はい。まあ、全体として合格率はですね、微減になっているんですけども、会計科目の財務諸評論が軟化し、例年の合格率に影響を及ぼした。そして、税法は全体的にですね、合格率がちょっと微増しているのがパッと見で、こう分かってくると思います。なので、会計科目をなんとか終わればですね、税法科目に行ってですね、ここはですね、今、合格しがいがあるというかですね、取れるような今時期に入ってるんではないかと思われます。特にですね、税法科目、先ほどもお話した通りですね、合格されるとですね、会計事務所と、または一般企業の経理とかでかなりですね、就職状況いいです。はい。ぜひですね、これですね、なんとか、まだ会計科目という方は税法、ね、チャレンジできるように頑張ってください。で、税法今チャレンジされている方ですね、ぜひですね、非常にボリュームの多いものもあります。法人税、所得税、ボリューム多いですけども、なんとかですね、頑張って。次チャレンジするものはですね、ボリュームとかも考えながら選んでいただいて、はい。消費税法とかもですね、10% の増税、8から 10% っていう増税ありましたよね。あれ延期されましたから、で、2年間上げないということは決まりましたよね。上げる時期がこれで確定しましたんで、大規模な法改正がほとんど入りませんからね。消費税法、これね、税法を初めて勉強される方とか、12月ね、消費税法、税法、12月から税法をやるという方はですね、消費税法おすすめですよ。ね。改正がほとんど入らないわけですから、今のうちにですね、学習して、取っていくと、おすすめになっております。はい。で、ここでですね、講座の選択の方をですね、ちょっとアナウンスさせていただきたいと思います。はい。はい。レクのですね、簿記論と財務諸評論は、大きく分けてですね、3つのコースがございます。4つのコースがあるんですけども、今の時期お勧めできるものはですね、3つございます。はい。何かというとですね、まあ一番上なんですけども、簿記論と財務諸評論を同時受験するですね、簿記論と財務諸評論を一つの科目として、はい。一つの科目としてですね、講義を、一体型講義をしてしまうという、母材横断パーフェクトコースというのがございます。これは、レックが独自に開発したですね、講座になっておりまして、他社にはないですね、非常に有用な講座になっております。はい。この母材横断パーフェクトコース。これがですね、簿記論と財務諸評論、同時受験の方はお勧めしています。ただですね、今の時期からスタートするという方、ね、初めて簿記論と財務諸評論をスタートするという方々は、ちょっとですね、簿記論と財務諸評論のこの母材横断パーフェクトコース、ではなくてですね、ちょっとボリュームが多いので、やはり一科目に絞った方がよろしいかと思います。その下、即習コース。これはですね、12月からスタートする、12月から2月あたりをですね、スタートする方々を、ターゲットとしてですね、それを前提に設計した重要論点特化型のですね、講座になっております。即習コースですね。はい。で、12月からですね、簿記の簿の字も何も知らないという方々は、この会計入門というのをですね、オプションで買っていただきまして、即習講座に移っていただければ、スムーズにですね、受験ができるように設計されています。はい。で、再受験の方ですね、この方々はですね、2つに分かれます。何かというと、即習講座か上級講座。まあ、即習コースと上級コース、いずれかの方を選択していただくということになります。はい。あ、すみません。このですね、上級講座全4回っていうのは、すみません。これはなしです。ごめんなさい。これなくてですね。どうやって分かれるかというと、受験経験者の中で再受験になった方々、A 判定の方は上級コースの方をお勧めしております。応用論点をこうですね、見ていくというですね、講座です。上級講座というですね、まず講義が2回ありまして、これで応用論点を見て、で、上級解放講義というですね、2時間問題。本番の試験の問題はこうやって解くんだよというレクチャーが入り、そして上級答練というですね、直前期に、やるようなですね、いわゆる、本試験問題に近いような答練を1回やって、1セット。これが4セットありますんで、全16回になります。なので、応用論点を得る上級講座というのは8回ありまして、解放講義が4回ありまして、上級答練が4回あるということになっております。今ですね、これ上級コースですね、非常にですね、申し込みされる方が多くてですね、やはり上級答練ね、待ってましたとね、言われる方いらっしゃいます。再受験者の方ですね、特に A 判定の方々はこの上級コースぜひ選んでみてください。上級答練でですね、パワーアップしていただければと思います。で、A 判定までいかなかったという方々はですね、こちらのですね、速習の方をお勧めしております。速習の方で、もう一度ですね、ざーっと基本論点も全てですね、含めて、復習してください。重要論点に特化してますんで、そこまで無駄もないような形で学習することが可能です。はい、でですね、来年の5月に直前期が始まりまして、6月にですね、全国公開模擬試験がありまして、税理試験は8月にあると。いうようなカリキュラム編成になっております。ぜひ皆様はですね、ご検討いただければと思います。次、税法科目です。レックでは、法人税法、所得税法、相続税法、消費税法を、今講座として販売いたしております。はい。見ていただくと分かるとですね、初級講座というですね、パーフェクトコース。すみません、ここには書いてますけども申し訳ないですね。パーフェクトコースを基本的にお勧めしているんですけども、やはり再受験者で A 判定取った、もうちょっとだったという方々はですね、上級コースの方をお勧めしております。はい。法人税、所得税、相続税、消費税の方々ですね、ぜひですね、こちらの方をですね、ご検討されてみてはいかがでしょうか。直前答練はやはり5月から、全国公開模試は6月から、開始しております。で、特にですね、それぞれのですね、税法科目ですね、大幅な税制改正が入っておりますが、すべてテキストレベルでもう対応済みです。税制改正はすべて対応済み。さらに、直前のですね、新しい、税制改正とかも本番の試験で出るんですけども、それは必ず直前期、この直前答練講座で対応しますから、コースを買っていただいた方々はですね、安心して本番の試験に挑むことが可能です。はい。相続税に至ってはですね、大幅なですね、教材等の改変もいたしまして、かなりですね、見やすいようなレイアウトになってます。法人税、所得税、消費税もですね、近年のですね、傾向とかも今回バンバン入れましたんで、ぜひですね、レックのですね、この講座ご検討されてみてはいかがでしょうか。はい。はい。では、お問い合わせですけども、インターネット受付、こちらの方がですね、最近多い、お問い合わせ先になっております。このですね、YouTube 動画の下にあります、今この動画の画面の下にありますね、もっと読むっていう部分をクリックしていただくとですね、お問い合わせの受付フォームに行けますので、はい。そこにですね、入力していただいて、メール感覚で簡単にご質問ができます。まあ、1日から2日前後で回答いたします。早い時はまあその日にですね、回答したいと思いますけども、ちょっと土日祝日とか、年末年始を挟みますとですね、ちょっと期間をいただく可能性もございますが、そこはご了承くださいませ。なのでですね、皆さんですね、年末年始入る前にですね、ぜひどしどしですね、ご質問いただければと思います。こちらはですね、365日受付可能となっております。はい、電話によるですね、税理試験に関する受講相談はですね、受付時間13時から19時の平日のみとなっております。はい、電話番号はナビダイヤルとして0570-064-464 で受付しております。はい。その他のですね、レックに関するご質問もですね、こちらの方の電話番号になっておりますので、ぜひですね、コールセンターのですね、担当者にですね、税理士試験に関するちょっと受講相談ですよという旨を、言っていただければ、我々税理士課の方につながせいただきますので、よろしくお願いいたします。はい、で、コールセンターなんですけども、普通のですね、レックに関するご質問は、平日、11時から20時まで、土日祝日は10時から19時まで、日曜日は10時から18時まで受付可能となっております。詳細はですね、ホームページですね、レック税理士で検索していただきましたホームページの方で上げています。今回ですね、合格発表後のイベントをたくさん組んでおりまして、ぜひそちらの方もですね、見ていただければと思います。また、分析ですね、各科目の分析、総評などもですね、インターネット、レック税理士の方で、ホームページの方で上げておりますので、ぜひ見てください。よろしくお願いいたします。はい。で、ちょっと今4分経過したという形になっておりますけども、非常にですね、今回の合格発表ですね、受験者数が大きく減ったという部分があるんですけども、まあ合格率はですね、財務諸評論以外はですね、まあ、微減微増ぐらいでとどまっています。なので、税理士試験自体のですね、難易度はですね、実はですね、難しくなったというわけではないんですね。確かにちょっと応用論点が入ってくるですね、ものもかなり増えてはいるんですけども、実はですね、合格率は安定しているということで、全ての科目に言えることなんですけども、皆さんが学習している基本論点ですね、応用論点ではなくて、テキストの後で出てくるような論点、それをですね、完璧にして、知識として完璧にして、本番の試験のような難しい問題の中でどうやって部分点を取るかという戦略。これが必要になるということなんですね。なので、問題は確かに難しくなっているんですけども、大昔から実は勉強方法はそこまで変わっていない。むしろですね、基本論点をしっかりと習熟した方々が、合格するような試験に徐々にこうなっていってるよ。思います。もちろん、難しい問題の中からそれを、そのね、基本論点を取っていくというテクニックもまた必要ですけども。ぜひですね、皆さんですね、今後のですね、受験、次は第65回ですね。2015年にある、8月にあるですね、第65回はですね、それをぜひ念頭に入れて、ぜひ学習を進めてください。まだ、基本論点をやってる方々、これから基本論点をやる方々、これこそですね、得点源なんだと思って、ぜひ頑張ってですね、非常にまだ、7ヶ月近くですね、期間はあるとはいえ、長い期間あるとはいえですね、諦めずに基本論点をしっかり取れば受かる試験なんだということをですね、肝に銘じて心の中で言い聞かせながら、ぜひ受験にですね、挑んでいただきたいと思います。ぜひ、今この動画を見ている方々全員がですね、2015年8月の本試験にね、チャレンジできる。そういった状況をですね、我々レック税理士課一同ですね、お祈りしておりますので、ぜひ頑張ってください。本日はご清聴の方ありがとうございました。